岡みどりさんといえば、可愛らしい演歌歌手というイメージがありますよね。いつも可愛らしい笑顔の岡さんですが、演歌歌手デビューの直後に最愛の母を亡くすという悲しい経験をされていました。現在36歳の岡さんですが、お母様を亡くされていたのですね。お母様の話とと,ともに、岡さんの経歴を振り返っていきましょう。本名、岡美里。 青年月日、1984年7月26日、出身地、兵庫県姫路市、2016年6月から姫路観光大使に任命、身長157センチ、血液型 A 型、事務所、アービング、岡さんは公務員の父と専業主婦の母との間に、 二人指定の長女として生まれました。生まれも育ちも兵庫県姫路市で、高校も地元の公立高校に通われていました。岡さんには4歳年下の弟がいて、何でも話せる友達のように仲が良いのだそう。弟は彼女のことをミーちゃんと呼んでいて、指定の仲の良さがわかりますよね。昔は二人で食事や買い物に出かけていて。 よくカップルに間違えられていたとか弟さんは2012年にご結婚され姫路市の実家で祖父と父と一緒に暮らされていますまた岡さんはお父様ともとても仲が良く誕生日や父の日にはプレゼントを贈られているそうですきっとお母様にできなかった分お父様を大事にしたいという思いもあるのでしょうねそんな岡さん 実はもともとアイドルでデビューした後、演歌歌手で再デビューしたという異色の経歴を持っています。彼女は5歳から民謡を習い始め、地元では民謡の天才少女と呼ばれていたそうです。民謡を習い始めたきっかけは、人見知りが激しい性格を心配したお母様が。民謡教室に通わせたことでした。お母様は若い時に歌手を目指していたこともあってか。 母と娘2人3脚で歌手デビューを目指していましたそして岡さんは18歳の時アイドルオーディションに合格2002年に大阪のローカルアイドルグループホップクラブでデビューしました当時は本名の岡美里で活動しラジオパーソナリティやバラエティ番組のアシスタントなどを務めたそうです また、岡さんが合格したオーディションはホリプロが行っていたそうで、当時から彼女の可愛さが際立っていたことがわかりますね。しかし、アイドルグループから2003年に卒業し、活動したのは約1年間でした。どうしても演歌歌手の夢を諦めきれなかった彼女は、グループ卒業後に音楽を学び直すために専門学校へ入学。 そして200、2005年カラオケ番組への出演がきっかけでスカウトされ、演歌歌手としてのデビューを果たします。デビュー曲のおけさわりどりでは、演歌歌手としては異色のへそ出しルックやミニスカートという衣装が注目を集めました。また、アイドルのようなルックスも話題になったようです。しかし、演歌歌手としてデビューした直後、応援してくれていた母が大腸がんと診断され、 余命半年の宣告を受けてしまいます岡さんは闘病する母に寄り添いたい思いと歌手として成功して喜ばせたい気持ちとでつらかった時期だと話されていて悩んだ結果デビュー直後の大事な時期に活動休止という決断に至りました余命宣告から約1年後の2006年12月岡さんのお母様は47歳という若さで亡くなられています その後、彼女はすべてどうでもいいという気持ちになってしまい、お父様に歌詞をやめると告げたところ、お父様はやめていいよ、帰っておいでと受け止めてくれました。実家に帰った岡さんに父は、なんとかなると励ましの言葉を。岡さんは当時を振り返り、もしあの時怒られていたら反抗してやめていたと話しています。 父の言葉とともに今まで自分を支えてくれた人を思い出して母との約束を守るためにも頑張ろうと歌手活動を再開されました活動を再開した岡さんは亡くなった母との約束である紅白歌合戦への出場を果たすため歌手活動に邁進しますしかしなかなかヒット曲に恵まれず2016年にキングレコードへレーベル移籍 すると、レーベル遺跡第1弾としてリリースした、霧の川が3万枚の売り上げとなり、翌2017年にリリースした、佐渡の夕笛が8万枚を超えるヒットになりました。この曲のヒットにより、岡さんは念願の紅白歌合戦に初出場します。彼女は出場歌手の会見で、 ようやく天国の母との約束が果たせたと思いますと語っていました母との約束を果たせて嬉しいとともにほっとされたと思いますヒット曲に恵まれない辛さやレーベル遺跡での不安などを抱えながらも紅白歌合戦出場をつかみ取った岡みどりさん私たちの想像以上の経験をされているのでしょうね 悲しみから立ち直り母との約束を守った岡さんは生前の母から言われた言葉と形見の着物を大切にされています。一度始めたことはやめない。やらないで後悔するよりやって後悔する人生をという二つの言葉は母からの教えでした。この言葉があったから頑張れていると言われているほど大事にされています。 歌手活動を続けると決めたときにもきっとこの言葉が後押しになったのでしょう。形見の着物は母が成人式の時に着たもので、いつかステージで着られるようにと生前にリメイクされていたものだと言います。親子でデビューを目指して頑張っていたからこそ着物を着た岡さんは母と一緒にいられる安心感を覚えているかもしれません。 どちらのエピソードからも、岡さんにとってお母様が大きな存在だということがわかりますね。母からの教えを大切にしていること、母の着物でステージに立っていることを知り、演歌歌手、岡緑のさらなる活躍が楽しみになりました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。